はい、どうも、シェアナレ講師の山田です。今回の動画ですけども、今日も積分の動画をやっていきます。で、今回求めていくのは、次の不定積分を求めよう。インテグラルの x ルート x 次乗たす1分の1 dx ということになっています。まあ、こういうのはですね、まあ、俗に言うというか、まあ、たまに言われるんですけれども、こういうルートの x 次乗たす a、まあ、a はもちろん定数です。a は定数。これを含む方の積分というふうに、まあ、分類分けされます。で、これは置き方が2つございまして、まあ、これ置換積分で解くんですけどね、結論言えば。置換積分で置き方が2つございまして、1、t イコールルートの x 次乗たす a と置くパターン。2番は、t イコール x たすルートの x 次乗たす a と置くパターン、このパターン2つのパターンがございます。これで置換して、いくと、こういった形を含む方の積分は求まります。まあ、タンジェントで置換する人もいると思うんですけど、まあね、タンジェントで置換するのもいいんですけど、こういった方をするともうちょっと簡単に解ける場合もあるよっていうことを覚えて帰ってもらったらなと思います。では、今回の問題を解いていきましょう。解答します。今回はですね、t イコールルートの x 次乗たす1というふうな置換をやってみます。こういうふうな置換をしますとですね、両辺微分しまして dt イコール、ルートの x 次乗たす1分の x dx というふうになりますね。で、また、t イコールルートの x 次乗たす1と置いたことからt 次乗イコール x 次乗たす1、つまり、x 次乗イコール t 次乗引く1となります。で、これを踏まえて解いてまいりますとですね、まず様式はインテグラルの x 次乗分の1かけルートの x 次乗たす1分の x dx、これはですね、この無理やりこの上に x の形を作ると、無理やり作る、これによってですね、このここで1で求めたこの dt イコール x 次乗たす1分の x dx イコール dt を用いて、これはですね、x 次乗イコール t 次乗引く1っていうのを用いますと、様式がルーインテグラルの、t 次乗引く1分の1かける、dt と。ということでですね、これがイコール、部分分数分解ですね、当然ね。t 引く1。t たす1分の1かけ2分の 1dt ということで、2分の1インテグラルの t 引く1分の1引く t たす1分の 1dt と言いますことで、これはですね、積分いたしますと2分の1括弧ログの t 引く1引くログの t たす1という風になりますね。で、ここに積分定数 c はもちろん足します。で、最後にですね、この t っていうのを書いてたのを、ちゃんと x の値として代入してあげますと、もうちょっと正式化だかな、2分の1ログの t たす1分の t 引く1です c で、ここに、t イコールルート x 次乗たす1を代入してやりますと、2分の1ログのルートの x 次乗たす1引く1ルートの x 次乗たす1たす1。これ絶対正なんで、絶対じゃあ外しちゃいました。たす c。というふうに、積分ができるというわけですね。はい。で、今回の動画ですね。覚えて帰ってほしいことは、この左上に書きましたルートの x 次乗たす a が定数っていうのを含む形は、置換積分として
解くことが多いです。まあタンジェントで解いてもいいんですけどね。で痴漢積分で解く場合には t イコールルートの x 乗プラス a もしくは t イコール x 足すルートの x 乗プラス a というふうに置く場合が多いです。ではこの事実を覚えていただきまして、今回の動画はこれにて以上としたいと思います。はい、それではまあ共通テストもねあってね、スーさんもなかなかボケていってると思うんですけど、その忘れを取り戻して二次試験、いいスタートを切って対策していってほしいと思います。まあ果てはね合格をつかんでいただけたらなと思います。それでは今回は、これで終わりにしたいと思います。皆さん勉強お疲れ様です。ではバイバイ。